お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。いや、久しぶりにね、競輪予想動画以外をね、出そうかなと思いまして、4月の13日に行われました大垣 F1 戦でね、えー、まさかの大本命、脇本が敗退と、えー、脇本が負けるパターンっていうのがね、あこういうパターンがあるのだなということをね、まあ、皆さんに知っていただきたいなと、えー、もうどうしてもね、出走票のメンバーを見たら、こんなん脇本で大落やんと、えー、脇本、頭鉄板だと思われて、張、まあ、られていた方がね、ここ、えー、大垣にもたくさんいたと思うんですけれどね、脇本が失敗して、そして山口賢也がまくって優勝しただけなのにね、 3連単1万円脇本もね F1 戦でもねこのパターンになったら負けるというのがありますのでねこちらの方を確認していきたいと思いますそれでは始めていきましょう それではね、初日の特選から振り返っていきたいんですけれど、ここは中西の後ろに5番の脇本がつくと、特選、ここね、中西、脇本、どちらが前を回るのか、それとも短期になるのかというのが注目されたんですけれど、中西が脇本に時ンパ判しまして、僕は人の後ろは回れませんと、脇本さん、僕頑張りますので、後ろについてくださいということでね、6番、5番の並びが決定したと。あとは3番の山口健也、大垣ということ でね、かなり人気を、ね、集めておりますよね。7番の小松崎も力が、ね、あるということで、ここ6番の中西の、ね、動向が気になったところなんですよね。それでは見ていきましょう。 さあ、7番がね、前受けしてまして、6番、5番が赤番でね、もうしっかりと先行体制に入ると。もう6番、5番で、この時点でできた時点で、ああ、勝負あったなっていうような感じですよね。1番の木暮れがね、いまして、3番のね、山口健也がまさかのね、最高峰と。じゃんになりますと、もう中西めいっぱい。 もうこのね、ホームの時点で、ふかしにふかしすぎてたら、6番の中西もたらないですよね。あとは5番の脇本がどこからね、発信していくのかっていうだけど、7番のこれ、小松崎、うまくね、追い出しかけたんじゃないかなと思いますよね。5番の脇本、早く行けと。 えー、これでピッチが一気に上がってしまいまして、もう後ろからの仕掛けはなかったと、えー、5番を追いかけた7番の小松崎、2番の和田圭がこのままなだれ込んでいくと、えー、全く差が詰まりませんのでね、えー、5番の秋元と、えー、その他の選手との、ね、力の違いっていうのを、ねまあ、見せつけられる、えー、初日の、ね、レースでした。えー、間口はちょっっとと、ね、調子悪いいいのかなという,ような、ねえー、感じに移りますよね、えー、で入って円配当がつい おりますそれではね続きまして2日目の12レース準決勝戦をね見ていきたいと思いますけれどこの時もね3番の石塚の後ろに7番の脇本が続いてると2番の太田がねここかなり。 ね、い,いくということで、まあ、3番が、ねえー、少しちょっと無理にいったので、えー、まさかの脇本と連結離れているということで、えー、7番の脇本どうするのかなというね、ちょっと中途半端なレースになってしまいましたよね、レースとしては。えー、ここでね、もう脇本しょうがないので、まあ、中断に入り直したと。えー、4番の佐賀がここね、えー、7番の脇本を入れて、えー、脇本は一安心というところでしょうか。えー、3番の石塚がね、一生懸命逃げてるんですけれども、まあ、裸逃げになってしまったと。えー、この辺り まだね、脇本番手戦慣れてないなっていう感じですよね。えー、ただし、今、三半まくり追い込みということで、脇本が本気を踏んでいけば、あとは後続を引き離すということでね、まあ、干渉しましたけれど、えー、脇本勝ちましたけれど、レースの内容としては、まあ、問題点が残るね、レース内容だったと思います。さあ、こちらね、715で入りまして、710円の配当だったと。えー、そうしまして、S 級決勝戦。 メンバーが1番の山口、2番の木暮れ、3番の脇本、4番の和田、5番の小原、6番の森田、7番の中西ということになっておりまして、初日同様、7番の中西が前、3番の脇本が番手を回るという競争になりました。1番の山口、5番の小原が短期で、6、2、4が結束して、中西、脇本の協力ラインを潰しに行くという。 展開だったんですよねそうしまして、私の予想は、本命はもちろん3番の脇本からと。ただし、6番と7番で叩き合う展開になれば、1番の山口の一まくりと。この時に、5番のね、小原が1番のね、山口の後ろにいてるんじゃないかということで、ここね、1号というのをね、購入していたわけですね、抑えで。さあ、これでね、結果どうなったのか見ていきたいと思います。 さあ、注目のね、決勝戦、結果どうなったのかということでね、見ていきたいんですよね。まずはね、6、2、4がね、ここしっかり前にいて、7番のね、中西をかなり牽制しているということですよね。そして7番が、それでもね、2番の木暮れの牽制を抜けて、叩き切ったと。 えー、そして3番の脇本も、えー、離れながらですけれども、まあ、しっかり追走したということで、まあ、初日のような、ね、流れになりましたので、えー、もうこの時点で3番の脇本の価値を確信した人がいるのかなと。えー、けれどもね、6番の、ねえー、森田のまさかの、ね、スパート。 ここ3番の脇本、バックを踏んでしまいましたよね。もうこれで一貫の終わりです。内に包まれて一貫の終わり。あとは6番も足使っておりましたのでね、1番の山口健也が後方から一気にまくってね、5番、たまたま追走してた小原とのね、ワンツー決着。これをね、私はしっかりと予想しておりましたので、まあ、適中となったわけなんですけれども、リプレイ見てね、3着以降が大きく離されていると。 ここでね、えー、まさかの脇元が6着と、えー、いうことになってしまいました。えー、配当の方も2社単でね、3470円、えー、そして3連単で17,450円というね、まあ、後輩とが飛び出たと、まあ。大垣なのでね、えー、地元のね、ファンの方はね、歓喜されたんじゃないかなと思うんですよね。 でやっぱりあのこのレースのポイントっていうのがね、えー、2つありまして、えー、脇元が内に包まれればやはりえ飛ぶということとそれと扇やかの問題というのがあるんですよね。もうあそこの体勢でバック踏んでしまいます。バック踏むということはもう内に包まれたので一旦後ろに下がらないといけないと。えー、後ろに下がらないといけないということはスピードを緩めないといけないんですよね。えー、そこで緩めてしまったらさすがの脇本でも次踏み直 したとしてももうゴール戦には届かないということになってしまいますこれがね3.57とかの時代ですともう一度ね脇本あそこから立て直しっていうのができるんですけれど矢が大きくなってしまいますので 踏み出してトップスピードに乗せるまでに時間がかかってしまいます。しかも一旦足を使った後にもう一度踏み直していかないといけないということになりますので、まあ、あナなるとね、全く浮気元でも手も足も出なく、大敗してしまうというパターンになりますんで、 G1 とかね、G2 とかの強い選手たちが集まっていて、後方からね、脇本がまくり届かずという敗退の仕方っていうのは見ると思うんですけれど、F1 戦ではね、さすがに7車になってますんで、短期で走らせていても6番手、6番手からではね、十分まくり届くということにね、普通だったらなるんで、F1 戦では負けないと思われていた脇本の負けるパターン、内に包まれてしまうという、ね、ことですね。 そして、選手っていうのは脇本が強いからって言ってね、脇本なんかもやる前から繊維を喪失するなんていうことはないわけですよね。この6番の森田もね、脇本をどうにかして封じてやろうということで、あの3番手から脇本が番手まくり行く前に仕掛けたというね、まあ、ここがポイントでした。ですから、脇本が飛んだ最大のポイントというのは、6番の森田の3番手から。 恐れずにに仕掛けていいったね、男気というとうころになります。あとは624でね続いていたラインでしっかりと脇本を内に封じて脇本をバック踏ませたということがありますのでここね脇本これからもね SS 班に復帰するまでは f ン戦走ると思いますけれど、今みたいなパターンで負けていくっていうのもね、頭の片隅において、多少ね、えー、穴っていうのもね、まあ、狙っていかれてもいいんじゃないかと。えー、そしてこれは新田雄大とかにもね、えー、言えることですので、えー、今 SS 班落ちている、まあ、脇本新田雄大、この辺りが f ン戦走るとき、ガッチガッチ鮭になると思いますけれど、えー、そこがね、えー、一つ展開のあえで、内に包まれていったときに後輩 と後輩とねいの方はそのあたりを狙っていっていただければいいんじゃないかとまあただ10回走ったら1回ぐらいしかならないでしょうけれどね、えー、まあそれぐらいの確率ですけれど正しい確実に飛ぶ時は飛ぶということで浮気元負けるパターンの説明でした最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら